全然だったみたいですよ、売り上げ。いい人だったんですけど。あんたたちもせいぜい気をつけなさい。だから薬なんて体から出てきてねえんだよ。酒飲まして頭殴ったんだろ、バカ野郎。ヤクザぶってんじゃねえよ、おら。バカ野郎な、ホステスの部屋にバットがあるだ、バカ野郎。灰皿だ、バカ野郎。イシタルのだよ。3時過ぎだ、バカ野郎。それからバレないように女のマンションに取って返して掃除したんだ、バカ野郎。これからは合法的にでかい金を動かしていく。まあうちの幹部は頭が古いから教えてやるけど、例えば同じ売春でも外務省の役人とつるんで国際的なマーケットにするとか。おい、もし矢作銀、お前ら先物取引とか外為とかヘッジファンドとか言っても分かんねえだろうから、頭のいい子分に教えてもらえ。おい、カノ。はい。なんならお前が教えてやれ。はい。大小山、お前それぐらいにしとけ。先代の会長がやられて5年になるが、お前らのおかげでこの浦田会もここまででかくなった。しかしな、これで満足してるわけじゃねえ。小山も言ったように、これからはうちは実力主義でいく。使えるやつはどんどん取り立てるか、使えないやつはどんどん切り捨てる。そのつもりでいてくれ。じゃあ今日はこれで。うちと岩田会は先代との約束で喧嘩はせえへんことになっとったけどな。おいだ、会長の杯よこせやとこら。何様のつもりやこら。そんでこいつに大将の杯やって、おまけにお前らの喧嘩のケツ持てやとこらを。調子に乗るのもええかげんにせえこらボケ。すいません、若いもんと取られちまって。そやから、こいつに杯やってうちの会が何の得になるんじゃいこらよ。てめえ何言うてんのか分かってんのかい。岩田と高田喧嘩させるっかい。なあ、もうする前からこそこそ隠れようとしくされやがってこら。戦争になったら俺さっき鉄砲玉になって言ってくれるんやろうな。はい、そら。あ、分かってめえは。伊田、もういいよ、帰ろう。おい、伊藤山、今お前何言うた。会長がお忙しい中わざわざ会ってくださってる。帰るやとこら。お前らが帰るか帰らんかはこっちが決めるんじゃボケ。時間の無駄だっつってんだろ、この野郎。悪いなんじゃない。なんだこの野郎。すいません、兄貴もちょっと待ってくれ。なんやこいつ舐めやがって。ただじゃお金ぞこの野郎。ガタガタうっせんだよこの野郎。ただじゃお金ってどうすんだこの野郎。撃ってみろこら。やれよこの野郎。早くやれ。おもちゃかこれ。すいません、勘弁してください。伊田、帰ろう。なんやこら。何言ってるか伊藤山。ただじゃおかんせこの野郎。だからやれっつってんだろこの野郎。チンピラやれ。誰がチンピラじゃい。やれよこの野郎。やれよ。これでいいんすか。岩田会くらい俺らで取ってみせますよ。
あいつ休暇経費で言っとるやんけ。会長、ここにいる幹部全員にこれが送られてきましてね。何？てめえらどういうつもりだ？あんなお前俺に言うミックのふざけんなこの野郎、誰が岩田がここまででかくしたと思ってんだ。うちの連中に引っかかる領収書を送ったろ。下手な芝居ばかりしやがってよ。うちの事務所が打ち上げられてんのを高田がやってんじゃねえだろうな。変な因縁つけるんはやめてください。お前ら覚えてやがれよ。おいおい高田出せ。Oh!